メタルギアソリッド5。ゆっくり略奪、乱暴プレイ。2日目。やってきました、FOB の時間です。FOB か、今日は何をするんだ。今日は発見されずに潜入成功するつもりだったのですが、侵入者がやってきたんですよ。おお、やっと報復戦ができるのか。でも、問題があるんですよね。ああ、もしかして相手が強いとか。そうなんですよ、今回の相手はめちゃくちゃ強いんですよ。じゃあ、早速見ていこうか。はい、こちらが今回の侵入者さんです。すごいな、この人。強さがわかりにくい人もいると思うので私の FOB と比べてみましょう。このゲームのランクはやればやるほど上がるので、注目してほしいのは在籍スタッフの人数ですね。S++ の兵士が2000人以上ってすごすぎるな。なんでお前こんな強い人に潜入されてるんだよ。ゲームの仕様で強い人は弱い人に潜入できないだろ。核兵器持ってた。は。核爆弾持ってたから潜入された。そんなもの作るなよ。いや、違うんですよ。たまたま私よりも弱い FOB からもらってきたんですよ。そしたら、この人に数分で取られました。まあ、核爆弾作ったらすぐに奪われるのがこのゲームだもんな。まあ、こんなに強い相手でもとりあえず潜入するんですけどね。じゃあ、早速潜入しようか。ちなみに、今回は潜入成功できたのか。そんなことできてないですよ。なので、今回は上位 FOB にどれだけ乱暴プレイが通用するのかを見ていきたいと思います。潜入制限が30分って時点で無理そうな気しかしないな。普通ならば撤退するところですが、今回は報復戦なのでこのまま行きますよ。あ、今、電気が流れたみたいなエフェクトがかかったことに気がつきましたか。ああ、よく見るとなんか見たことないエフェクトがかかってるな。このエフェクトの原因はこのドローンのせいなんですよね。ということはもう攻撃されてるのか。いえいえ、さすがにそこまで理不尽なことはありませんよ。じゃあ、なんでこんなエフェクトが表示されるんだ。すぐにわかりますよ、見ててください。はい、もうわかりましたね。わかんねえよ。仕方ないですね。じゃあ静止画で見てみましょうか。はい、こちらです。いや、私にはまだどこがいつもと違うかわからないな。ここをよく見てください。あ、ブラストアームの電池がゼロになってる。そうなんです。あのエフェクトは様々な電池を使う道具の電池をゼロにしてしまうのです。何が原因でこうなってるんだ。それは先ほど破壊したドローンにあります。ドローンはグレード9まで上げるとバッテリー揮発装置が搭載されるようになります。バッテリー揮発装置。これが搭載されているドローンが近くにいるだけで、バッテリーがゼロにされてしまうのです。だから電池がゼロになってたのか。さらに言うと、ドローンを破壊してももう一度電池を貯めなくてはならないので、上位 FOB ではブラストアームは役立たないと言っても過言ではありません。ブラストアームは乱暴プレイの要だもんな。これはかなりきついな。さらに問題はあります。発見されるとリフレックスモードというスローモーションになるのですが、いつもよりも短いな。そうなんです。医療範囲のレベルが高いとこんなにもリフレックスモードが短くなってしまうのです。しかも今、敵兵士が透明になってるぞ。これも、バトルドレスのグレードが9以上だと追加される機能で、敵を発見すると一定時間ステルス状態になります。本当に1980年代なのか。まあ、ゲームなんでそこに突っ込むのはやめましょう。さらにもっとひどいことがあるんですよ。ほぼ即死だったな。これはもう下手とか上手いとかあんまり関係ないと思いますね。最後なんて隠れたのに撃たれてたしな。まあ、あれは隣の隣のプラットフォームから撃った弾が当たって死んだのだと思いますけどね。まあ、つまりは乱暴プレイなんかするなってことだな。そうですね。現状上位 FOB に対しては乱暴プレイは無力だということがわかりましたね。でも、そこで折れるお前じゃないだろ。もちろんです。できる限り上位 FOB とも戦える乱暴プレイの研究を進めていきますよ。まあ、気長に待ってるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。